導入は世の中の流れがそうなってきてあるんで、スマホで決済とかそういうことば多々あるんでですね、だからその流れ的にも自分のお店にもないと、そういうお客さんを捕まえることができないと思うんで、だから導入しましたね。商工会さんの方に相談をして、で商工会の方で動いてもらって、進めました。もともとは全然してなくて、ここ2年ぐらいですかね、前にちょっともう入れろということでちょっと取り組みましたね。全体の今はもう6割ぐらいがもうカード、そうですね。良かったところは、手間がかからない、手元に現金を置かなくていい。困ったところは、業者の支払いがあるために、手元に現金がないと。私もちょっと躊躇するところはあったんですけど、いざ自分がちくちゃんペイを他のお店で使ったら、こんなに簡単にできるんであれば、もう何の躊躇もせずに導入してよかったなということは感じてます。すこぶる調子がいいですね。減りも早いです。 やっぱり日々生活するのにコストがかかるんで、その支払いで使えるところに行こうかってなるからですね。告知はそのインスタで上げたり、あとは商工会さんの方でポスターとかをもらって、お店の中に貼ったりとかですね。のぼりも、出してます。筑前町の中でどこが使えるかなって言って探して来られる方もいます。筑前町以外の方が購入されて、そういう方もおられますね。いや、ホームページにはもう全然触ってないです。インスタの方でそのつつか「あのちくちゃんペイ使えますよ」っていう文言をちょっと入れたりとかしてますけど、おせちの時なんかでもですね、ペイ使えますよっていうアピールですね。手応えですか？手応え。3割、4割ぐらいですかね。と、あと、行事ごとですね、家族の行事ごとがある方たちは、やっぱりその商品券よりもペイの方が、還元率っていうか、あれが多いから、やっぱりそうやって使われる方がちらほら出てきましたね。お客様の方から言われることがたまにあるんでですね、ホームページの方で見て、ちくちゃんペイ使えるのは筑前町どこであるかっていうことで、であって、うちのお店を選んでくれたっていうお客さんはちらほらはいます。お客さんの層は変わることはないですね。ただもう使われる方がもうその関係ない年代で使われてる方は使われてるからですね。いや、今で十分だとは思うんですけど、不便に感じるところはないですね。は第2弾のちくちゃんペイをしてほしいということで。反応がいいのはいいですよね、今回は。もう今から、そうですね、ちょっと今はこの年でまたちょっとそばの修行に行ってまして、そばの方で新しいことをちょっと来年やろうかなとは思ってます。